相当のね、岩が崩れ落ちてるからね、この名残がね、さっき釣り橋渡ったところのね、下の方に大きなトンネルがね、ゴロン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 してたでしょ。美しい景色のところ、ね、文化的価値のあるところと、よくそう言われてます。頑張ったねー。はい。あくかく。ママすごい。すごい涼しい。ね、先は。夜間になってそう。冷えた。マジ疲れたら、そこ座ってみて。この滝のこともそうだし、あとは溶岩の石のこととか、いろいろガイドさんが教えてくれたのでいろいろ学びました。空気も違うし、すごい自然が多いなって思いました。いつもは東京とかでは見られない、景色とか自然を見れて学べてすごい良かったです。滝はすごい綺麗だったし、景色も良かったから、お母さんたちも行ってみたらいいよって。滝が流れてるところに近くに行くと、すごい涼しくて気持ちよかったです。日本三大名瀑の袋田の滝がここの近くにあって、それを見ないわけにはいかないだろうと、こういうことです。それからあと山を歩くっていうことのね、効果みたいなこともやはり考えて、子どもたちに生き生きといい経験をさせたいなという思いで来ました。子どもたちやっぱりその自然の中でこう過ごしますと、非常にこの元気になりますし、顔が輝きますので、保護者の方もそういうところでやっぱりお分かりになるみたいで、ここに来るってことは、はい、大変喜んでくださいました。もう見どころいっぱいだね、茨城県は。それもしかも食べ物も美味しいしね、その農産品も豊かだし、小学生が田植えなんかをさせていただくとか、そういうことに関しても地元の方がものすごく協力をしてくださるので、もう感謝感謝です。はい。